今日はわざわざおいでくださってありがとうございます。コロナが大変な時代にこうやって来てくださってね、本当に感謝いっぱいです。一番最初に弾きますハイドという人は1732年に生まれまして、今から288年前の人なんですね。聞いてくださる方々もちょっと現代の感覚からちょっと昔に帰っていただいて、洋服着てるんじゃなくて昔は着物姿ですよね。女性は日本髪を結って、男性はちょんまげ結ってたのかな、なんかそういう時代にね帰っていただいて、今は新幹線なんか走ってますけども、100年200年前はおかごでホイッサホイッサって言って担がれて、また東海道53次と言ってももう次の宿まで行くのに相当時間がかかるぐらいのそういう時代の音楽ですから、だから昔に帰ってちょっと聴いていただきたいと思います。それからペダルなしで弾きますから。Thank you.
今度弾きますベートーベンのソナタも作品49と書かれていますけれども、これは作品32曲ソナタを書きましたけれども、誰が49って途中に編入したのかは分かりませんけれども、ベートーベン自身は強弱も表情も何にも書いてないんですね。この曲はベートーベンは今年で1770年ですから、ベートーベンが250年、生誕250年って言って世の中では言っていますけども、これを書いたのはまだ相当若い頃ですね。ベートーベンは楽器屋さんにもっと鍵盤の数を増やせよとか、その楽器の中のペダルをつけろとか、いろいろ注文つけたみたいで、ベートーベンの時代にピアノがどんどん進化したという話は聞いております。そういう曲です。Thank you.
今度はドイツ人のブルグミュラーという人の曲を弾きたいと思いますが、25の練習曲というのはレベルは小学生高学年ぐらいですね。この後に弾きます18の練習曲というのは高校生ぐらいのレベルっていうか、かなり難しいところがありまして、それからブルグミュラーっていうのは1806年に生まれましてね、ショパンやシューマンは1810年生まれですけども、その4年先輩として生まれているんですが、作品はシューマンの曲にすごく似てるところ曲があるんですね。それからドイツからフランスのパリに留学 しましたけれども、その時はもうすでにショパンが4つ、ショパンの4つ年上ですけれども、すでにパリにショパンが来まして活躍しているところで、18の練習曲の中にはショパンの影響を随分受けてるなっていう思われる曲がありましてね、thank you.
ちょっとここで20分ぐらい休憩させていただいて、どうぞごゆっくりなさってください。ありがとうございます。今日は横が随分空いてますから、主催者の方がラジオ体操の曲を弾けって言っておられるので、ちょっとラジオ体操みんなでしませんか。立ち上がって、ね、横おられないから、するなんていうのは初めての経験じゃないでしょうかね。いやね、コンサートっていうのは聴く方も緊張されると思うので、ちょっと緊張をほぐして、今度はショパンの曲をずっと弾きたいと思いますが、
作品9というのが載った野草曲ですね。それで中学校の音楽の時間なんかでショパンはピアノの詩人だなんて言ってね習いますけども、ノクターンだけ聴いてると、作品9のノクターンだけ聴いてるとそう思いたくなるんですけども、後から弾く曲はもう サッカーやらラグビーの選手みたいにピアノ陣を走り回るようなね、曲、難しい曲。それでこの作品9の1番を今日弾いてほしいっていう方がおられて弾くんですが、1番と2番のつなぎ間がね、何とも言えない素晴らしさですね。どうぞお聴きください。Thank you.
ちょっと言い忘れましたけども、この6ターンっていうのは、1番は左手6つに対して11、6対11、どこで合わせようかって言っても、頭、出だしだけが合ってて、それから6対7っていうのもあるんですよね。今度弾きますのは、スケルツォっていう、4曲ショパンは書きましたけども、これは1小節が1拍なんですよ。それで、ベートーベンやらモーツァルトなんかは、オクターブって8つって、ドレミファソラシド、8つですけども、ショパンっていうのは、ドレミファソラシド、ドレミファソラぐらいまで、左手がものすごく広がるんですね。それで1小節1拍で、とにかく、スケルツォっていうのは、地弾き弾いてみますと、開脚曲。開っていうのは、ごんべんに、みなという字と、それから逆は、ごんべんに、虐待の逆、いじめるという字ですね。それで、意味は、ユーモアとか、道化とか、シャレとか、意味だそうです。この曲を弾きたいと思いますが、4曲作曲しましたけども、2番目の曲で、この曲が一番ポピュラーですね、スケルツォの中では。この曲弾きたいと思います。ピアノ陣が走り回りました。Thank you.
足が痛いもんですから、すいません、妙な歩き方で。何してましょうかね。そうだな、皆様がよくご存知の乙女の祈りでも弾きましょうかね。乙女の祈りってのは、バダルジェスカっていう人はポーランドの出身、女性なんですけど、24歳で亡くなってるんです。それで長編を20曲ぐらい書いたんですが、この曲がどうしてこの曲だけが有名になったかというと、劇作家のチェーホフという人が三人姉妹というのを書きまして、そのこんな田舎にいるのは嫌だって言って、モスクワに行きたいって言って、お姉ちゃんが家を飛び出すんですね。そしたら次女もこんなところにいるのは嫌だって言って飛び出すんです。それで三番目の娘が、お父さんが一番可愛がってた娘がやっぱり飛び出そうとするので、お父さんが泣いて、もう行かないでくれって言って止めてる最後のシーンでこの曲を書いて弾いたっていうので、この曲だけが有名になっちゃって、この曲弾きたいと思います。これはなかなか難しいんですよ。Thank you.
ベートーベンのエリーゼのために、これあの一昨年2年前に 6月に台湾に行って弾きましたらね、爆笑とどよめきが起こりましてね、どうしてかって聞くと、ゴミ収集車がね、あのドララ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 ラって言ってくるって、それで爆笑が湧いて、台湾ではゴミ収集の曲になってる、ベートーベンもくしゃみしてるだろう。この曲を聴いて。戦場のピアニストっていう映画になってないですか、一番最初に弾いてる途中で大砲の弾がドーンと入ってきて途中でやめてしまいますが、その曲を弾きたい。ショパンは夜奏曲ノクターンっていうのを20曲書いたんですが、この曲はショパンが亡くなってから発表された、見つかったという曲らしいですね。